ブートストラップ問題は、コンパイラをコンパイル対象のプログラミング言語で作成した際に、そのコンパイラの最初のコンパイルをどうするかといった場合を典型的な例とする、いわゆる鳥と卵の形をしたセルフホスティング環境の問題を指す。これを解決するための方式をブートストラップ方式といい、この問題を何とかして最初の完備した環境を作ることを、 ブートストラッピングという名前についてはブートストラップの記事を参照。言語 X のコンパイラを言語 X で書く場合、次のような対処法がある。コンパイラをソースコード形式で配布する場合、同時に移植の容易なバイトコード版のコンパイラを提供し、コンパイラ自身のコンパイルができるようにする。ブートストラップが行われた最初の実装はニーリークであった。 商用の実装では PLI の実装が最初である。今日の言語処理系では C 言語のようなシステム記述に向いた基本的な言語処理系の実装などはその言語自身で書かれることが多いため全く手がかりのない環境ではブートストラッピングが必要になることがある。以下にいくつかの実装が行っているブートストラッピングの方法を示す。またパーサジェネレートなど 言語処理系の実装に際して、プログラムを生成するプログラムを使っている場合も、似たような再帰的依存関係の問題がある。ありがとうございます。